皆さん、おはようございます。第2の脈動ボイ、キングトクです。私が選ぶ、オリックスバファローズの歴代、ベストナイン、近鉄も含めてです。オリックスバファローズ近鉄も含めてです。はい。大阪近鉄バファローズも含めて。まず、ピッチャーは、何人か選びましたけど、山田久志投手です。山田久志投手。やはり、い、サブマリン、昭和のサブマリンはすごいですね。 山本義信投手とか金子千尋投手、あとは西祐希投手、何人か選びました西祐希投手、ノーヒットノーラン達成した投手もあるんです。キャッチャーは、の前に中、中継ぎ、中継ぎは佐藤達也、抑えは平野投手、平野義俊投手、佐藤達也投手。キャッチャーは迷いました。えー、中島聡選手、道浜にも移籍し、オリックスでも活躍した中島聡選手。 ファーストはやっぱりブーマー選手。ブーメ選手、やっぱり。セカンドは、えー、迷いましたけども。まあ、個人的には私は後藤選手ですね。セカンドは後藤選手。やはり活躍がすごい後藤選手。サードは伊て前打線の本格化かスイッチヒッターで迷ったけども、 いてば、やっぱり、いてばい打線の中村のぎひろ選手、サード。ぼ、もう一つ候補上がったのは松永ひのみ選手。あ、ボーギングじゃないですよ。ボーギングじゃないですよ。松永ひのみ選手。あとはまあ、サード、バルデリス選手もいたね。ショートは、やっぱり、大引き選手、大引き。日ハムやクートでも活躍してますし、やっぱりオイックスに欠かせない大引き選手。レフトはもちろん、現役でも活躍してる、吉田正隆選手。やっぱりパワーがあります。 センターは田口壮選手。ライト迷いましたが、迷ったせいライトは、えー、と、ライトは、候補上がったけども、一郎一郎選手です、やはり。メジャーでも大活躍してますし、これはもう、一番のベストナイ指名打者はやっぱり、ダフィーローズ選手。はい。すっごいねー。 ローズ選手はいというわけで私が選ぶ近鉄時代を含めてオリックス・バファローズ歴代ベストナインでしたバイバーイ